さあ続いては地元トレのコーナーです。地元のトレンドをご紹介していきますよ。今回ご紹介するのは旭区のショッピングプラザ左近山にありますコミュニティカフェアンサンブルです。ご覧ください。今回ご紹介するお店は旭区の左近山第4バス停から徒歩2分ショッピングプラザ左近山にありますコミュニティカフェアンサンブルです。テラス席もあって開放的でいいですよね。温かみのある様子ですよね。お客さんもいらっしゃってますね、そして何かされていますよね、数字を書いています。さて何をしているのか代表の中村さんに聞いてみます。今日はケアーズカフェというプログラムの中の脳トレ、特にナンプレというものをやっております。今全国で高齢者が非常に増えておりますので、その介護予防ということで脳トレを今やっております。面白い取り組みです。アンサンブルはケアーズカフェというイベントを週に 1,2 回行っているんですね。で今ご覧いただいているのは音楽とストレッチをテーマにした催し。ケアーズカフェには他にも様々なプログラムがあるんです。折り紙教室やフラワーアレンジメント、健康講座やエレクトーン、ピアノの演奏会、これは歌もちょっと歌えるようにしております。このようなイベントを行うのがコミュニティカフェということなんでしょうかね。交流の場です。コミュニティカフェというのは地域の課題を解決する一つの場所としてですね、カフェとして、行っております。非常に高齢化率が高いというところです。半分以上が高齢者で、またその半分以上が後期高齢者。ケアーズカフェの日はみんなでお食事を楽しみます。日によって違うんですけどね、この日はお弁当を楽しんだということですよ。皆さん楽しそうに食べていらっしゃいますね。そう、皆さんが召し上がっているのはテイクアウト弁当、栄養バランスを考えて作られています。いろんな種類入ってていいです ね。さあ中村さんに食事に対する特別な思いがあるということで聞いてみました。一人暮らしの方が多くなっております。そうすると食事がですね、本当にいい加減になってしまう、または一人でポツンとテレビを見ながら食べる、非常に味気ない食事の時間というものが行われているんですね。それをなんとかやっぱりみんなで楽しい時間を作っていこうというのがこういう場所でもあるのかなと思って取り組んでおります。今日のお弁当はいかがですか？美味しい、すごく美味しいですよ。ただですね、食事をもし食べきれなかった場合どうするのかと、タッパに詰めて持ち帰ることもできるんですって。優しい心遣いですね。温かい場所です。で普段はランチ日替わり定食を提供しています。こちらは人気の白身魚ピカタ定食。美味しそう。油の乗った白身魚を使用、スタッフのひとみさんが腕を振るいますよ。うわ、もうこの音だけで美味しさが伝わってきますね。ジューッといういい音。ランチは家庭の味が楽しめると人気。ひとみさんに一体どんな思いで作っているのか聞いてみました。やっぱりお年寄りがなんか美味しく食べていただいたら、それが一番かなと思ってやってるんですけど。他にもアンサンブルでは催しがあるんです。先日も行いましたけど、野外コンサート定期的に行っております。やはりそこの地域にいるいろいろな演奏できる人やいろいろな技術を持っている人、そういう人が発表する場、またはそれを見ることで自分たちのこの地域にこういう人たちがいるんだっていう再確認ですかね、そういうものがあって地域愛というものがそこに育まれる、それを目的としております。コミュニティカフェアンサンブル、地域になくてはならない場所ですね。アンサンブル元気で営業中。
みんな来てね。まあ皆さんのあのお元気な笑顔に私たちもパワーをもらいました。ありがとうございました。ありがとうございます。本当に交流の場所の拠点としてね、あそこがまた明るい場所になっているのがいいですよね。ね、ケアーズカフェがね、どんどんさらに増えていくといいなと思いましたし、あのテイクアウト弁当すごく彩りも綺麗で美味しそうでしたよね。あちらが毎月第2、第4水曜日にあの販売が行われるということなんですよ。一般の方も買うことができる。皆さん今あの店内でね召し上がっていましたけれども、持ち帰ることももちろん可能だということなんですよ。あの若い人もね利用しているということですから、いろんな方の交流の場になるといいですね。はい、ね、あのたくさんおしゃれなあのパン屋さんとか、あの、ね、業務スーパーとかもね、その左近山にはありますから、一緒にカフェ利用するのもいいと思います、地元でのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ここまで地元ででした。お願いします。